はい、今ご覧いただいてますのは、トケイソウの原種カエルレアのハイブリッドのクリアースカイです。ほぼね、まあそう言っても原種に近いハイブリッドって言いますか、改良種なんで、ですからまあそれはね、まあほぼまあカエルレアというふうに思っていただいてもいいんじゃないかというふうに思います。このね、カエルレアね、私初めて、栽培したのはもうかれこれそうですね、30年ぐらい前かな、30代ぐらいの時だったんです。なかなか面白い花だなと思って鉢を買ってきて植えて咲かしたんですね。でその時に、実をなるということは分かって、その実をつけるにはもう一株他のクローンでない株のを育てて花粉すればなるということで、それもねやって実ついたんですよ。結構大きい実つきましたね。はい、ですけどその実は残念ながら、全く美味しくなくてですね。でまあ世界にね、このトケイソウのカエルレアのファンの方も多いんですけども、実はねまずいっていう評価なんです。なんかね、熟すとね中の実がね真っ赤になるんですよ。真っ赤になってね、なんかね、触手が伸びなくなっちゃって、おまけに食べるとね、なんか苦いような、なんかこうえぐいようなね味してね、ほんとにその実だけで言いましたらね、パッションフルーツエドリスなんかの方にはとてもかなわない、変なね実なんですよ。はい、ですからこんなカエルレアなんですけども、いいところもかなりありまして、また綺麗な花がたくさん咲くということでね、一つ皆さんも植えておられて、庭に植えておられてね、楽しんでいただけたらどうかなと思いまして、栽培図鑑の方にね今回掲げさせていただきました。では栽培の方のね図鑑の方の説明に参りたいと思います。よろしくお願いします。はい、栽培図鑑の方のトケイソウの原種カエルレアの方に行かせていただきますね。カエルレアの方なんですけども、これ原種で、このクリアスカイという種類で、原種に近いね、ちょっとハイブリッドっていうのかな、だと思います。それで、花の方はですね、こういうふうに大花の、おそらく本当に原種のごとくですね、紫の綺麗なねこのね花びらがついてて、これは萼なんかな、花びらってんじゃなくて萼なんでしょうね。これが花なんでしょうね。それでまあ彩られてる美しい花ということで、結構ね人気あるんです。で、特徴ですね、これまあ原種で、耐寒性は非常に強い花です。マイナス15度までね、持つということであって、外に置いといても大丈夫ですね。日本でもね、イギリスのグループなんかもマイナス15って言ってますが、これはね間違いないと思います。これと原種で近いのはインカルナダって、チャボトケイソウとなりますけどね、この2つがね非常に耐寒性が、強い種類です。はい、でもう一つのね最大の特徴なんですけども、この花粉がですね、この花粉が他の種類のトケイソウに与えられると結実するというね確率が非常に高いんですよ。いろんな例えばそうですね、パッションフラワーアラタ、フルーツのアラタ、なかなかねあれ結実しないで、自分のクローンでない株の花粉を入れんかっていかんのですけども、他の品種で言いますとね、結構品種選ぶんですけど、このカエルレアの方はね比較的高成績で、受粉させますということで、そういうね受粉に対してのね効果というのがこのカエルレアに非常に役に立つ品種なんで、いろいろトケイソウの交配をされる方につきましてはね、それはねこの方は1本あった方がいいと思います。これで一遍試してみて、つくかつかないかね試してみるといいと思います。はい、でまあ栽培の方のね注意点ですけどね、まずやはり日当たりは優先です。ここは日当たり1日当たるとこなんで、そこはね日当たりはねやっぱり優先してあげてください。それと鉢は、まあ、できたら15以上の鉢で育てますと、結構根張りとか、それから茎がねたくさん出てきますんでね、それはねそっちの方がいいと思います。
で肥料は、まあ、土が赤玉土と培養土を入れて、マガンプ系、それから あとまあ、少しねバットグアノなんかね入れといたらいいのかな。そんなに土を選ぶということではないというふうに思います。はい、それで綺麗にね咲いて咲く時期になりましたら、また今5月の末ですけども、5月の末ぐらいかなまでは咲くと思います。はい、まあ注意するところはね、そんなにね耐寒性もあるしね、そんなないんで、水はきちっとやっておいていただいた方がいいと思います。はい、それぐらいだで綺麗に咲く4種類ですよ。一つ栽培されるではいかがでしょうか。はい、トケイソウのクリアスカイですね、カエルレア原種の方です。これがね、咲き出しました。だからこれと、今日はこれとパッションフラワーブローミルク、それと、パッションフラワーパンダですね、この3種類が1、2、3が咲きました。あとね、パンダもそうなんですけどね、カスリムがね、サッとか、インディゴドリームとか、それから、レディーマーガレットがね、咲いたらいいんですけどね。あと5月の中旬以降になりますけども、プロビタレッドと、それからティアラが入ってきますんで、それもね、咲いたらね、いいかなと思っております。はい、今日もねたくさんの方にご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとねこのチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではごきげんよう、さようなら。